やっと着いた。隣が外車でちょっと怖かったけど、にしても柿打ちからだと結構あったわね。やっぱり電車にしておけばよかったかな。里帰りの人たちはあんな道でも平気なんだろうか。今日は大活躍だったな。相手のピッチャーすっげえ悔しがってたぜ。お前だって最終回のピンチであの外野フライよく取ったよな。来週もこれくらいガンガン行こうぜ。がおれ、ぐーれー、やってんじゃねえぞ。おお、なってってだろ。あんじゃ捨てねえぞ。ごめんなさい。よそ見してて肘が当たっちゃって、ごめんなさい。ちょっと肘当たったじゃねえんだよ。俺たちの命より大事なバイク派手に倒しておいて謝っただけで済むと思ってんのか。あのしまいつけろってんだ。口で謝る前に誠意ってものを見せやがれってんだ。そんな、私そのああ聞こえねってんだよ。金ないんなら態度で示しやがれってんだよ。俺たちにこれから付き合ってなあ。おいおい、何年前の不良だよ。
ちょっと遊びに行くだけだっつーよ。付き合えや。あ？いいところ知ってんだよ。時間あるんだろ？え？誰か、助け。おいおい、そんなビビんなっての。こんなに言ってやってんだから危険だろ。あ？ああ、ダメダメ。そんな誘い方だとどんな女の子でも振り向いてくれないわよ。ま、そりゃそうか。なんじゃお姉ちゃん、あんたも一緒に遊びに行きたいってか。遊びにって誰と？どこに？決まってんだろ。俺たちと一緒にいいことしに行こうぜ。暇してんだろ。夜まで楽しませてやるぜ。どうだ姉ちゃんよ、悪いようにはしないからよ。どうだろう、このツッコミどころ満載の誘い文句は。バーカ、私を誘おうなんざ48億年早いっての。地球創生からやり直してきなさい。なとこら、調子こいてんじゃねえぞこのガキ。男みたいな顔しやがって。ほう、なんだてめえ、やんのか。あのさ、言い忘れてたんだけど、私には NG ワードがあってね。あ、キャグ。一つはガキ。年下に見られるのはいいんだけど、ガキだって言われると最高に頭にくるのよね。これでも結構童顔だってのを気にしてるのにさ。てめえ。もう一つは男。これはさっきのやつよりも強烈にもう問答無用って感じに許せない。どこをどう見たら男だ。胸か、身長か、やかましい、どっちも大きなお世話だ。だから私の人生でそれを口にしたやつはみんな裁縫10万億度に片道切符で送ってやるって決まりなんだよ。普通に脅してりゃもう少し穏やかに諭してやったのにね。じゃ最後の質問、君たち生命保険入ってるかな。オラ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 。大丈夫？はい、平気です。
私が。ん？ああ、大丈夫よ。俺、帰り地だから。強いんですね。まあね。これでも剣道三段。そうなんですか？突っ込んでよ、関係ないって。竹刀持ってくればよかったな。ほら見ろ、笑ってくれる人もいるじゃない。あの、助けてくれて本当にありがとうございました。私、その…別にいいって。でも、こんな人通りの少ない路地を女の子一人で歩くのは危ないわ。次からは気をつけた方がいいわよ。はい、ちょっと近道をしようと思っただけなんですけど。それにしても最初声がした時はどこの動物園のゴリラが脱走してきたのかなって思っちゃったわよ。都会だったらもはや天然記念物に近いわね。この町の奴らなの？多分違うと思います。私、この街であんな人たち今まで見たことないから。じゃああなたは地元の子？あ、いえ、今年の春に引っ越しして今日は里帰りなんです。そっか、連休だもんね。本当は私も里帰りのはずだったんだけど。そして、警察の方ですか？ええ、そうよ。と言っても、今は休暇中なんだけどね。家って近いの？もし怖かったら途中まで一緒に付き合うけど。本当にすみませんでした。あ、ちょっと。私、ミナイって言います。南北の南に井戸のイ。もし何か困ったことがあったら遠慮なく相談してね。できる限り力になるから。ここね。おお、
トモイちゃん、こっちですよ。ご無沙汰してます、大石さん。わざわざすみません。いやいや、お久しぶりですね、ともえちゃん。しばらく会わないうちに胸ちょっと大きくなったんじゃありませんか？会ったのはほんの数ヶ月前でしょ。風船じゃあるまいし、そんなに短期間で変わったりしませんっての。しかし今は便利な技術がありますからね。寄せてあげるなんとか、あるいは美容整形とか。そんなもんに金使うほど裕福じゃありません。つーか、あんまり言うとセクハラで訴えますよ。なまあ、まずは何か注文しちゃってください。ここはパフェがなかなかいけましてね。ああ、私はこれのおかわりで。甘いものは今日はちょっと。あ、ホットで。どうぞ。あ、どうも。で、お電話で話した件ですが、大石さんにちょっとご協力をお願いしたいんです。私にできることでしたら何でも言ってくださいな。善と有望な警部さんに貸しを作っておくのは魅力的なお話ですからね。ただ私の協力料は少し高いですよ。鹿島桜3本、純米酒の特急で、当時の1号蔵のやつを送りますよ。おお、さすがともえちゃん、よくわかっていますねーな。じゃあ伺いましょう。その事件の話聞かせてもらえますか？はい、まずこれを。それで、その男の子の彼女さんは何と言っていました？もし自殺でないのなら、殺したのはリュウグウレイナじゃないかと。彼女が呪い殺したか、それとも直接やってきて殺したか、まあ両方とも可能性はゼロに近いですけどね。お社様のたたりね。以前お伺いした時から少々気になっていたんですが、確かに本人が知りもしないのにそのことを口にして、挙句の果てに飛び降りた。ただの自殺や事故にしては妙な感じですね。県警の捜査一課長は殺人の線で見ているそうで、私も同意見です。本来なら一見捜査に当たるのですが、面識のあった子なので、せめて分かる範囲だけでも知っておきたいと思いまして。いやいや、その考え方は立派です。ああ、皮肉とは取らないでくださいよ。これは
私が本気で思っていることなんですから。あ、いえ、そんなことは。それにこの被害者は私の依頼で止めちゃんが調べに入ってくれた子です。ということは私も無関係というわけではない。喜んで協力させていただきますよ。助かります。縄張り違いの私がこの町で大手を振って捜査活動を行うわけにはいきませんので。そんなことはお気になさらなくても。そのための広域捜査官の肩書きなんでしょ。いえ、それはそうなんですが。ただ、だからといって途中で放り投げたり、安易に人に丸投げしたりするのは後味が悪いですから、結局、自己満足だとよくわかっていますので、解決さえすれば、それで十分です。相変わらず欲がないですね。実績を着実に積み上げていくのも、キャリアさんの出世に大きく関わってくるんですよ。純キャリアですよ、私は。それに、この件では私の関与が知られると、実績よりも、始末書の数が増えるだけだと思います。他の方にもご迷惑をおかけするかもしれませんし。そんな性格ですね。でも、だからといって全部他人任せにはできない。私が約束したんだから。それにしても、お社様ですか。以前大石さんに頼まれて調べた時は特に気にしていなかったのですが、何なんですかそれって。ああ、智恵ちゃんにはちゃんと説明したことがありませんでしたね。お社様ってのは隣の平見沢村に古くから伝わる守り神、いわゆる間がつかみのことですよ。間がつかみ。それって人々に災厄をもたらすことで信仰心を煽る存在のことですよね。ねえ、その通りです。そしてお社様は、平見沢が鬼ヶ淵と呼ばれた大昔の時代から村の人々を畏敬と恐怖でもって支配していった。平見沢では昔、鬼たちが人間たちと共に暮らしていたと言われています。そして彼らはたびたび下界に降りて、人間をさらってはその血肉を食らっていた。その鬼と人間との仲を取り持ち、共存できるように仕向けたのが、いわゆるお社様でした。だったらいい神様じゃないですか。それがどうして間がつかみだと。鬼たちは人間たちと共存しても従来の習慣である人食いをやめることができなかったんですよ。ですからお社様はその行動を制限付きで許すようになった。いわゆる生贄ですね。人間たちにとってはたまったもんじゃありませんが、まあ無差別に食い殺されるよりはマシということで、それを受け入れてきました。
なんだかお社様ってまるでマフィアの元締めですね。殺されるも殺されないもその神様の紫三寸ってわけですか。確かに。そんなわけですからお社様に目をつけられてはたたりで命が危ないってことで、人間たちは信心を欠かさずその神様を祭り敬い続けた。それが雛見沢に残る古くからのお社様信仰の根源なんですよ。でもだったらなぜ人間たちはそこまで鬼の脅威にさらされてまで雛見沢で暮らし続けたのでしょう。命の危険から逃れるのだったら別の土地に移住すればいいのに。まあ詳しいことは分かりませんが、それだけ雛見沢の土地が住みやすかったのではないかと思います。ほらよく言うでしょ、火星は虎よりも猛なりと。それに加えて鬼たちは人間たちにはない知識があったそうで、彼らには決して作れない薬とか食べ物とかを提供していたという話もあります。ですから共存には確かにメリットもあったんですよ。なるほど。しかし鬼たちも人間を狩るだけの力があるのによく人間の神様に従う気になりましたね。普通に考えれば無視して好き勝手に暴れ回ってもおかしくなさそうですが。いやいや、実はそのお社様自身が鬼だったんですよ。そして人間たちと積極的に関わっていくことで彼らの信頼と畏怖を集め、人間と鬼の仲介役を果たしていた。実際その後鬼たちは人間たちと交わっていき、その血と本能を薄めつつ共存の道を歩んで現在に至るわけです。ですから雛見沢の住人は鬼の血を引いているとの言い伝えが今もなお根強く残っています。つまり鬼とは本当の意味の化け物ではなく、狩猟で生活を営んでいた山岳民族のようなもの。食人はともかく呪術的な習慣を持ち合わせていた彼らが山を降りて農耕民族の暮らす社会へと侵入し、征服か和平の道を見つけて共存した。お社様は差し詰め強力なカリスマを持った共通の指導者、そんなところですかね。ともえちゃんはリアリストだな。そういう文化人類学的な解釈じゃなく、言葉通り鬼と神様の話でいいじゃないですか。あ、すみません。でも私ってたたりとか超常の類をあまり信じられない性分ですから、お社様のたたりで人が死ぬって話も今一つピンときません。トモエちゃん、たたりで人が死ぬって話、ここじゃちっともバカバカしくなんかないんですよ。数ヶ月前にも人が確かに死んでいます。え？
先ほどお話しした鬼の人食いの習慣なんですが、当時の村で年に一度綿流しという儀式が行われて、そこで鬼への生贄が捧げられていました。それは生贄に選ばれた人間が腹を裂かれて、つまり腹綿ですね、それを川に流してたたりを沈めるという内容だったといいます。そしてその儀式は今もなお雛見沢において続けられている。まさかと思いますが、それが本当に行われているわけじゃないんですよね。まあさすがに腹綿は流しませんよ。今では布団とか着物とか普段使っている綿製品の中の綿を流すことで、お世話になっている日用品に感謝するという意味合いに変化しています。よかった。しかしですね、その代わりと言っちゃ何なんですが、雛見沢ではここ数年その綿流しのお祭りの晩に奇妙な事件が起こっているんですよ。奇妙な事件？殺人ですよ。あと行方不明者も出ています。これは冗談でも何でもなく本当のことなんですよ。今年もやはり一人が死んで一人がいなくなりました。え、そういやトメイちゃんに竜宮レイナの件を依頼した時にはお話ししていませんでしたね。顔を鈍器か何かでそりゃもうひどく潰されていまして、犯人は相当怨恨とか憎悪を被害者に持っていたようですね。もともとこの綿流しには奇妙な言い伝えがありまして、この祭りが行われた晩に一人が殺され、そして一人が行方不明になるなんてことが起こると言われています。そして今年もそれが繰り返された。行方不明者が出たのですか？ねえ、殺された主婦の息子さん、ああいや正確には甥なんですがね、事件発生から数日後突然行方不明に。その子は事件に何か関与していたのですか？関与とは？例えば被害者に対する感情とか事件当日のアリバイとか。さすが勘がいいですね。ええ、実はその主婦殺しの重要参考人としてマークしていました。もともと彼のアリバイにはいろいろと不審な点がありましてね、しかも家庭内の不和、その直前の不審な言動、犯行に踏み切るだけの要素が揃いすぎていた。ですから泳がせつつもその動向を伺っていたのですが、捜査の手が及ぶ前に逃げたと。
それでその行方は。新幹線の駅で似たような人物を目撃したという証言はあったんですが、結局ダメでした。その代わりにいきなり真犯人と名乗るやつが出てきたので、捜査もそこでストップしちゃったんですよ。誰だったんですかそれ。頭のおかしなやつで変な薬をやっているとのことでした。もっとも取り調べ中に自殺したそうで、詳細はよく分かっていませんが。本当にそれは犯人だったんですか。わかりません。県警ではそういうことになっています。ただ脈絡も動機もはっきりしない上、突然降って湧いたように現れたってのがどうもうさんくさくて信用できない。今でもそのいなくなった甥っ子が犯人だと私は思っています。確信と言ってもいいかもしれない。それに。それに？なんとなくこれは刑事としての勘なんですがね、その一個は単に家庭不和による怨恨から殺人を犯したとはちょっと思えない。もともと妹思いの優しい子で、衝動的に暴力に訴える性格ではなかったそうですからね。ですから勝手な憶測だと言われることを覚悟で申し上げれば、その子は何者かの意思で殺人を行い、そして消された。そんな気がしてならないんです。何者かの意思、それは？つまりさっきの話ですよ。お社様、それが彼を突き動かしたのではないかと。そんな。では竜宮玲奈もそれと同様に沢村康平を。まあ何ら確証はありませんが、ありえない話ではないと思います。お社様が文字通り頂上のものか、それとも村の総意によるものの代弁なのかは私にもわからない。ですがその意思は普通に生活を送っている人を死に追いやったり、あるいは殺しに駆り立てたりすることができる、そんな力を持っているってことになりませんかね。正直わからないことだらけで頭が痛くなります。まったくですな。何にせよ竜宮玲奈には確かに謎があると言ってもいいのかもしれません。調べてみて損はないかと。ですね。すみませんが大石さん、沢村康平死亡時の竜宮玲奈のアリバイを念のために調べていただけますでしょうか。わかりました。それで友恵ちゃんは。一度竜宮玲奈がどんな子かこの目で見てみたいです。本当に私が聞いたイメージ通りの子なのか。